テーマ盛りは、中華民国の司法官、政治活動家、チャンスー高等法院、第二文院主席検察官、定品所の父、定英白、定古主元とも言う。1878年、石膏商乱経験に生まれる。1906年に、日本に留学し、岩倉鉄道学校に入学する。同時期に、政治結社の中国同盟会に入会する。 岩倉鉄道学校を中退し、法政大学法政則成果に入学し、法政則成果を卒業後、専門部法律科に進学し、1912年に卒業する。留学中に木村花と出会い、結婚する。1916年に上海に帰国し、立志資格を取得する。1919年、先生靖国軍に参加し、一等秘書に任命される。 先生安国軍解散後は、上海に戻り、立志をしながら、福丹大学で法学を教える。1928年、中央特殊刑事臨時法廷審判員に任命され、1929年に、司法行政部法官、懲戒委員会秘書書記用課、課長、1930年に、大理チャンス高等法院、第二分院検察官、1931年に、 チャンス高等法院第二分院検察官1933年に賛成高等法院第一分院委員長1934年に福建高等法院第一分院主席検察官1934年にチャンス高等法院第二分院検察官1936年にチャンス高等法院第二分院主席検察官を歴任する 1943年4月8日に死去。日本での留学中に、海人と知り合い、家族に、父なき後は、海人を頼れと言い残すほど、信仰を温めている。テーマ盛りの死後、海人は、テーマ盛りの家族を保護し、台湾に、国民党政権が移っても、テーマ盛りの娘を秘書係とし長く務めさせた。王朝明の南京国民政府成立後は、 共同疎開を含め、上海が王朝明政権下に入ったため、法院への党院を取りやめ、また、最高法院院長への就任要請を受けるが、これも辞退している。花君は、晩年、紹介席から、今中夕方と書かれた牧書を送られている。美貌のスパイ定品所402ページ、美貌のスパイ定品所26ページ、美貌のスパイ定品所28ページ。 美貌のスパイ定品所、マと上海に生きた女館長、ありがとうございます。